皆さんこんにちは、手直し看護塾の青柳です。今回は肺炎の画像所見の話をしていきたいと思います。洞察力で見抜く急変予兆をお持ちの方はですね、185ページをご覧ください。肺炎といったらですね、レントゲンはかなりの確率で取るわけですね。ですのでレントゲンでどういう所見が出てくるのかということは、ある程度知っておいた方がいいかなという気はします。で、胸部単純 X 線写真、普通のレントゲンの写真ですよね、撮った場合には新たな浸潤炎が出てきているかどうか、エアブロンコグラムがあるかどうか、スレートサインがあるかどうか、無気配があるかどうか、こういった所見がある場合には、肺炎の可能性がありますよというふうに考えることができます。随分前にですね、レントゲンの見方っていう動画を撮っていますので、まだご覧になっていない方はですね、ぜひそちらを見ていただければというふうに思いますが、ここ黄色で囲ってある部分が白くもやもやしてますよね。でこれを浸潤影というふうに言います。でこれは右の、下肺野に肺炎があるというふうには言いません。これは右の下肺野に浸潤炎があると、言葉としては覚えておいてもいいかもしれませんが、コンソリデーションというふうに言いますね。で浸潤炎と言ってもらえるとなんとなく分かる気がしますが、コンソリデーションというふうに言われると何のこっちゃって気がしますよね。ですので、この辺は医療の英語というものはある程度勉強していく必要はあるかなという気がします。で肺を見る場合には、肺線部、上肺や中肺や下肺やというふうに見ますので、この患者さんは右の下肺やに、コンソリデーション、浸潤炎がありますよと。で肺炎かどうかは分かりませんよね。例えば、この患者さんが熱があって脱水傾向になっていて、白血球が上昇していて、好中球が上昇していて、痰の検査をしたらば痰でなんかばい菌が見えて、それを培養に提出したらば、例えば肺炎球菌が見えましたという場合には、それは肺炎って言えますよね。ですがこの画像だけでは肺炎かどうかは分かりませんから、あくまでも所見を述べるということです。バイタルサインも所見、身体所見も所見、検査データも所見、画像データも所見ですが、その画像、さまざまな所見を集めて頭の中で考えてアセスメントした答えが問題点になってくるわけですね。話をこうで、申し遅れとかの話をこう聞いていると、所見の話と、確定診断、アセスメントの話がですね、ごっちゃになっていることがあるんですよね。血圧が120/80というのは事実ですよ。ですから、これは、所見なんです。120/80が高いか低いか正常かということはアセスメントですよね。ですから、所見とアセスメントを分けて考える。この患者さんは肺炎だとは思いますけれども、肺炎かどうかというのはこれだけではわからないので、これはあくまでも右の下肺野に浸潤炎がございますということですね。では次はどうでしょうかね。これらもですね、洞察力の本にこう書いてありますので、こうじっくりと見ていただければというふうに思いますが、これ見てみると右の中肺や下肺やのところ、肺門部からですね、中肺や下肺にかけてこう白くもやもやっとかしているところがありますよね。拡大してある写真がこうありますけれども、こちら見ていきますと、この白くもやもやっとしている中にですね、器官が見えているんですね。で、それをエアブロンコグラムというふうに言います。エアは空気、ブロンコは気管支、グラムは映っているということですので、肺胞性の病変ということです。気管は開いてますよと。気管は開いていて肺胞性の病変になっていますよ、つまり肺胞の病気、肺炎なんじゃないかというふうに言っていると。でこれもね、肺炎かどうかはやっぱり分からないわけですよ。心不全かもしれませんよね、ですから分からないんですが、所見としてはエアーブロックグラムが見えるので、肺炎の可能性があるんじゃないかということになってきます。続いて、これは肺炎から無気配になってしまったという写真なんですね。で胸部の単純 X 線写真見ていきますと、こう黄色で囲ってあるところがですね、白くなっていますので、これは、透過性が低下しているという状態です。でこれを見るとやはり無気配を考えると。で CT を撮ってみるとね、扇状に白くなっている部分がありますので、これもね、無気配で肺胞が潰れてるんだろうなというふうに考えることができるということです。続いてこちらの写真を見ていきますと、ちょっとね、画像では見にくいかもしれませんが、これは器官が右側にぐにょんと曲がっています。
器官が右側にグニョンと曲がっているってことはどういうことが起きているかというと、右の肺が、まあ、無気肺になってしまって肺の中の空気の量が減ると右の肺がこう潰れますよね。右の肺が潰れると器官が右に曲がってしまうという状況ですので、レントゲンのところでもお話をしているんですが、器官がどこにあるのかってことはものすごく重要なんですね。器官が正中位になければですね、それは何かおかしいですよと、無気肺があるのか気胸があるのか、まあ、あるいは心タンポナーデがあるのか、まあ、大動脈解離があるのか知りませんけれども、気管の変異がある場合は何かありますよということを僕らに教えてくれます。まあ、ですから必ず気管は見るということですね。というわけで本日の手直し語録です。正常分かれば異常が分かる、とにかく数を見ていこうということですね。次回はですね、まあ、シルエットサインという話をしていきたいと思います。まあ、これもね、あのレントゲンの所見なんですが、ちょっとこれはね、まあ、特別というか非常に重要ですので、まあ、分けて話をしていきたいと思います。ではですね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。